ラプンツェル、グリム、中島琴を役。昔々夫婦ものがあって、長い間子供が欲しい欲しいと言い暮らしておりましたが、やっとおかみさんの望みがかなって、神様が願いを聞いてくださいました。この夫婦のうちの後ろには小さな窓があって、そのすぐ向こうに美しい花や野菜を一面に作ったきれいな庭が見えるが、庭の周りには高い塀が建て回されているばかりでなく、その持ち主は恐ろしい力があって、世間から怖がられている一人の魔女でしたから、誰一人中へ入ろうというものはありませんでした。ある日のこと、おかみさんがこの窓のところへ立って庭を眺めていると、ふと美しいラプンツェルの生えそろった苗床が目につきました。おかみさんはあんな青をした新しい菜を食べたらどんなにうまいだろうと思うと、もうそれが食べたくって食べたくってたまらないほどになりました。それからは毎日毎日菜のことばかり考えていたが、いくら欲しがってもとても食べられないと思うと、それが元で病気になって日増しに痩せて青くなってゆきます。これを見て夫はびっくりして尋ねました。お前、まあどうしたんだい。ああと、おかみさんが答えた。うちの後ろの庭にラプンツェルが作ってあるのよ。あれを食べないとあたし死んじまうわ。男はおかみさんを可愛がっていたので、心の内で、妻を死なせるくらいならまあどうなってもいいや、その名を取ってきてやろうよと思い、世に紛れて塀を乗り越えて魔法使いの庭へ入り、大急ぎで名を一つかみ抜いてきておかみさんに渡すと、おかみさんはそれでサラダをこしらえてうまそうに食べました。けれどもそのサラダの味がどうしても忘れられないほどうまかったので、翌日になると前よりも余計に食べたくなって、それを食べなくては寝られないくらいでしたから、男はもう一度取りに行かなくてはならないことになりました。そこでまた日が暮れてから取りに行きましたが、塀を降りてみると魔法使いの女がすぐ目の前に立っていたので、男はぎょっとしてその場へ立ちすくんでしまいました。すると魔女が恐ろしい目つきでにらみつけながらこう言いました。なんだってお前は塀を乗り越えて盗人のように私のラプンツェルを取っていくのだ。そんなことをすればよいことはないぞ。ああどうか勘弁してくださいと男が答えた。好き好んでいたしたわけではございません。まったく切羽詰まって余儀なくいたしましたのです。家内が窓からあなた様のラプンツェルを覗きまして、食べたい食べたいと思い詰めて死ぬくらいになりましたのです。それを聞くと魔女はいくらか機嫌を直してこう言いました。お前の言うのが本当ならここにあるラプンツェルをお前の欲しいだけ持たせてあげるよ。だがそれにはお前のおかみさんが産み落とした子供を私にくれる約束をしなくちゃいけない。子供は幸せになるよ。私が母親のように世話をしてやります。男は心配に気を取られて言われる通りに約束してしまった。でおかみさんがいよいよお産をすると、魔女が来てその子にラプンツェルという名をつけて連れて行ってしまいました。ラプンツェルは世界に二人とないくらいの美しい娘になりました。娘が12歳になると、魔女はある森の中にある塔の中で娘を閉じ込めてしまった。その塔ははしごもなければ出口もなく、ただてっぺんに小さな窓が一つあるきりでした。
魔女が入ろうと思う時には塔の下へ立って大きな声でこう言うのです。ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ。ラプンツェルは金を伸ばしたような長い美しい髪を持っていました。魔女の声が聞こえると、娘はすぐに自分の編んだ髪をほどいて窓の折れ釘へ巻きつけて40尺も下まで垂らします。すると魔女はこの髪へ捕まって登ってくるのです。2、3年経ってある時、この国の王子がこの森の中を馬で通ってこの塔の下まで来たことがありました。すると塔の中から何とも言いようのない美しい歌が聞こえてきたので、王子はじっと立ち止まって聞いていました。それはラプンツェルが退屈しのぎに可愛らしい声で歌っているのでした。王子は上へ登ってみたいと思って塔の入り口を探したが、いくら探しても見つからないので、そのまま帰っていきました。けれどもその時聞いた歌が心の底まで染み込んでいたので、それからは毎日歌を聴きに森へ出かけて行きました。ある日、王子はまた森へ行って木の後ろに立っていると魔女が来てこう言いました。ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ。それを聞いてラプンツェルが編んだ髪を下へ垂らすと、魔女はそれに捕まって登っていきました。これを見た王子は心の内で、あれがはしごになって人が登っていかれるなら、俺も一つ運試しをやってみようと思って、その翌日日が暮れかかった頃に塔の下へ行って、ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれと言うと、上から髪の毛が下がってきたので、王子は登っていきました。ラプンツェルはまだ一度も男というものを見たことがなかったので、今王子が入ってきたのを見ると、はじめは大変に驚きました。けれども王子は優しく話しかけて、一度聞いた歌が深く心に染み込んで顔を見るまではどうしても気が休まらなかったことを話したので、ラプンツェルもやっと安心しました。それから王子が妻になってくれないかと言い出すと、娘は王子の若くって美しいのを見て心の内で、あのホテルのおばさんよりはこの人の方がよっぽど私を可愛がってくれそうだと思いましたので、はいと言って手を握らせました。娘はまた、私あなたとご一緒に行きたいんだが、私にはどうして降りたらいいかわからないの。あなたが俺になるたんびに絹紐を一本ずつ持ってきてくださいね。私それではしごを編んで、それが出来上がったら下へ降りますから、馬へ乗せて連れてってちょうだいと言いました。それからまた、魔女の来るのは大抵昼間だから、二人はいつも日が暮れてから会うことに約束を決めました。ですから魔女は少しも気がつかずにいましたが、ある日ラプンツェルはうっかり魔女に向かってこう言いました。ねえホテルのおばさん、どうしてあんたの方があの若様より引き上げるのに骨が折れるんでしょうね。若様はちょいとの間に登ってらっしゃるのに。まあこの罰当たりが、と魔女が急に高い声を立てた。なんだって、私はお前を世間から引き離しておいたつもりだったのに、お前は私を騙したんだね。こう言って魔女はラプンツェルの美しい髪を掴んで、左の手ぐるぐると巻きつけ、右の手にハサミを取ってジョキリジョキリと切り取って、その見事な弁髪を床の上へ切り落としてしまいました。そうしておいて何の容赦もなく、この哀れな娘を砂漠の真ん中へ連れて行って、悲しみと
嘆きの底へ沈めてしまいました。ラプンツェルを連れて行った同じ日の夕方、魔女はまた塔の上へ引き返して、切り取った娘の鞭髪をしっかりと窓の折れ釘へ祝いつけておき、王子が来て、ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ、と言うと、それを下へ垂らしました。王子は登ってきたが、上には可愛いラプンツェルの代わりに、魔女が意地の悪い、怖らしい目で睨んでいました。あっはと魔女は嘲笑った。お前は可愛い人を連れてきたのだろうが、あの綺麗な鳥はもう巣の中で歌ってはいない。あれは猫がさらっていってしまったよ。今度はお前の目玉もかきむしるかもしれない。ラプンツェルはもうお前のものじゃない。お前はもう二度とあれに会うことはあるまいよ。こう言われたので、王子はあまりの悲しさに取りのぼせて、前後の考えもなく塔の上から飛びました。幸いにも命には別状もなかったが、落ちた拍子にバラへ引っかかって目を潰してしまいました。それからは見えない目で森の中を探り回り、木の根や草の実を食べて、ただ亡くした妻のことを考えて泣いたり嘆いたりするばかりでした。王子はこういう哀れなありさまで数年の間あてもなくさまよい歩いた後、とうとうラプンツェルが捨てられた砂漠までやってきました。ラプンツェルはその後、男と女の双子を産んで、この砂漠の中に悲しい日を送っていたのです。王子はここまで来ると、どこからか聞いたことのある声が耳に入ったので、声のする方へ進んでいくと、ラプンツェルがすぐに王子を認めて、いきなり首へ抱きついて泣きました。そしてその涙が王子の目へ入ると、たちまち両方の目が開いて、前の通りよく見えるようになりました。そこで王子はラプンツェルを連れて国へ帰りましたが、国の人々は大変な喜びでこの二人を迎えました。その後、二人は長い間睦まじく幸福に暮らしました。それにしても、あの年寄った魔女はどうなったのでしょう。それは誰も知ったものはありません。ご清聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。